シュバルムシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す市で、同軍で、人口最大の町である。この町は1970年にトライザとツイゲンハインの二つの都市が、周辺の村を含めて合併し、成立した。シュバルムシュタットは、クニュル山地の生誕にあたるシュバルム盆地に、多くの市区と共に存在している。この町は、 北ヘッセン盆地のシュバルム地方に位置している。この名称は同名の川の名前によっている。シュバルムシュタットはシュバルム地方の北部にあたる。最寄りの大きな町はカッセル、バートヘルスフェルト、マールブルクアンデアラン、フルダである。シュバルムシュタットは二つの中核地区を有している。ハイゴッチの高台に旧市街を有する。 トライザは、ビーラ川がシュバルム川に合流する地点に面しており、水源ハインは、約 4.5km 東のグレンツェバッハ川が、シュバルム川に合流する地点のすぐ北西に接している。地域の最低地点は、ゲルス川がシュバルム川に合流する地点の下流側で、海抜 207m のガンスアウである。最高地点は、 ガンスアウの背後の山ランツブルクで、海抜342.7メートルである。シュバルムシュタットは、北はイエスベルク及びノイエンタール、東はフリーレンドルフ、南はビリングスハウゼン、西はノイシュタット及びギルザーベルクと境を接する。シュバルムシュタットは、トライザとツイーゲンハイムの二つの中核区のほか アレンドルフ・アンデア・ランツブルク、アッシェローデ、リッタースハウゼン、フロールスハイン、フランケンハイン、ミヒエルスベルク、ニーダーグレンツェバッハ、ロンマースハウゼン、レールスハイン、トルッツハイン、ビーラの格式からなる。1655年に出版されたマテウス・メリアンの同版画に描かれた。 トライザ1655年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたツイーゲンハイン8世紀のトライスはヘルスフェルト修道院の所領であった。資源平岩の白は1144年に初めて文献に記録されている。1186年にトライザは白領となり防衛施設が設けられた。トライザの象徴的建造物であるマルティン教会は 1230年に建造された。トライザは1229年から1270年までの間に都市権を獲得し、ツイゲンハインは1274年に都市権を授けられた。最後のツイゲンハイン博予派2世の死後、1450年に、この博領は、ヘッセン砲白のものとなった。砲白家は、ツイゲンハインの城塞を1470年に、 上官へと改築し、これに、砲白フィリップ一世は1537年から1548年に水堀を設けた。1945年8月にトライザで、ドイツ福音主義協会設立についての会議が開催された。これによりルター派、改革派、合同協会の連携がなされた。 さらに1946年5月と1947年6月の2回のイークドの会議で生産に対する異なる見解を調整するための対話を開始し、日が近を試みた。ヘシッシュ・イルコメンのモットーの下、シュバルム・シュタットは1995年の第35回ヘッセンの日の会場となった。1961年から2006年まで、 シュバルムシュタットは、ドイツ連邦軍の駐屯地であった。ハルトベルク兵舎にはいくつかの部隊が駐屯した。第21野戦砲兵大隊、第22ロケット砲兵大隊、第11、2教育中隊、第2 5衛砲兵隊、第2補給連隊、第51補給大隊、第310補給大隊、第700憲兵教育中隊、第801憲兵大隊、 第351憲兵教育大隊である。トライザ特殊爆薬倉庫には、1962年から1992年まで、米軍の管理下で、トライザの2つの砲兵大隊のために、核弾頭が保管されていた。ヘッセン州の市町村改編に伴い、1970年に、トライザと追源派員の漁師が、近隣の村落アレンドルフ、アッシェローで、 リッタースハウゼン、フロールスハイン、フランケンハイン、ニーダーグレンツェバッハ、ロンマースハウゼン、レールスハイン、トルッツハイン、ビーラが合併して、シュバルムシュタット氏が成立した。ミヒエルスベルクは1972年に合併した。トライザとツイゲンハインの死の資料は、ヘッセン州立マールブルク公文書館に保管されている。 保管されている資料は大部分が公開されており、オンラインで閲覧可能である。シュバルムシュタットの市議会は、37議席からなる。2016年12月1日から、シュテファン・ピンハルトがシュバルムシュタットの市長を務めている。図柄、金字に、右を向いた赤い爪を持つ黒い、ツイーゲルアドラー。胸に銀字に6つの突起がある赤い星。紋章の図柄は、 二つの死と、旧ツイーゲンハイン博の歴史上のシンボルから取られている。シュバルム博物館、ヘクステントトライザー駅ツイーゲンハインの、グライダー飛行場、シュベルマー・アルゲマイネを出版しているなシュバルムシュタット。死者道路連邦道、B254 号線と B454 号線が、シュバルムシュタットを通っている。連邦アウトバーン A49 号線は隣接する。 ノイエンタールが終点である。シュバルムシュタットまでの延長工事は2016年に完成する予定である。鉄道フランクフルトからカッセルまでのマインベザー、鉄道がシュバルムシュタットを通っている。この路線には、トライザ駅とシュバルムシュタットビーラ駅がある。1時間ごとに、カッセル発、魚のレギオトラムの列車を呼び、 フランクフルト発、魚のミッテルヘッセンエクスプレスが、死、終点として発着する。さらに、2時間ごとに、カッセルフランクフルト線のインターシティや、レギオナルエクスプレスが、トライザ駅に発着する。シュバルムシュタットビーラ駅は、1時間ごとにミッテルヘッセン、エクスプレスが発着する。カノーネンバーンと呼ばれたベルリンとメスとの間の、 軍略鉄道路線もこの街を通っていた。シュバルムシュタットはかつて、バートヘルスフェルトとを結ぶ、バートヘルスフェルトマイナストライザ線も通っていた。自転車道、バートヘルスフェルトからヒルシュホルンアムネッカーまでのヘッセン、広域自転車道、R4 号線は、フリッツラーからこの街に入り、ツィンマースローデを通り、アレンドルフシクのランツブルク近くの森を抜け、 ツイゲンハインの西を通ってロスハウゼンからアルスフェルト方面へ抜けていく。2010年に全長 101km のシュバルム自転車道が開通した。この自転車道はフォーゲルスベルク山地の同盟の川の水源からフェルスベルクまでを結んでいる。シュバルムシュタットの地域ではツイゲンハインの飛行場周辺を通る際に R4 号線から一時的に分かれるが、 他の区間ででは両者は両同一であるシュバルム自転車道は、トライザ・トロンマースハウゼンを越えて、アレンドルフで R4 号線と合流して、シュバルム・シュタットの地域を離れる。シュバルム・ウェフツェ・ベク・ R14 号線は、トライザを支点とし、ツイーゲンハインと、ニーダー・グレンツェ・バッハに向かって、シュバルム・ボンチを通って、フリーレンドルフから、ホムベルクへ抜ける。 ゲミュンデンからバールスハウゼンおよびオーバーアウラへ向かう、シュバルムフルダ・ベクアール11号線は、ザクセンハウゼンから来て、フロールスハインを通って、トライザに至り、ここから未舗装の道路を通って、バーゼンベルクに達する。グライダー飛行場、水源ハイン地区には、グライダー飛行場、デアリングがある。 シュバルム航空スポーツクラブと赤フリークフランクフルトがここでグライダースポーツに専念している。シュバルムシュタット区裁判所、シュバルムシュタット区裁判所はこの町に所在している。シュバルムシュタット刑務所、シュバルムシュタット刑務所はツィーゲンハイム地区のかつてのヘッセンカッセル網白の狩りの城とその増築部分にある。 連邦機関技術的救助隊技術的救助隊、シュバルムシュタット地方連盟は1961年に設立された。シュバルムシュタット地方連盟には、一測定専門グループと技術車両が配備されている。カール・バンツァー・シューレこの町には、一般教育の学校として、カール・バンツァー・シューレ、シュバルム・ギムナジウム、オスター・グルント学校がある。これに至る。 より初等の基礎家庭学校は、ツイゲンファイナー基礎家庭学校、アレンドルフのブリューダーグリムシュレトライザのエックハルト・フォンホルトシュレニーダーグレンツェバフハ基礎家庭学校、ミッテルプンクト基礎家庭学校である。養護学校に関しては、幅広い多様性を有している。地方の特殊教育相談、支援センターとなっている、シュバルムウェーダー軍立の学習介護学校である。 ザンクト・マルティン・シューレの他に、地域を超えた相談、支援センターである、ヘファタ養護学校を挙げることができる。この学校は、ヘファタ社会法師団が運営しており、しつけの補助、学習補助、実践教育、病人や、身体障害者を受け入れている。さらに実践教育、身体障害者、学習補助のためのフリードリヒト・ロスト・シューレが、付属している。職業、 卒後学校は、シュバルムシュタット職業学校とヘファタ、社会福祉業アカデミーがある。ヘファタアカデミーはこの他に、ダルムシュタットプロテスタント大学の学習機関である。学士課程や修士課程の学生は、様々な社会福祉関係の職業についている。これ以外の教育機関としては、即記者、協会1925ライザイブや、市民大学がある。 合成樹脂の分野では、メルケルフロイデンベルクフルイードテクニック、GMBH と、ホーンド、バウェル GMBH&CO、GM KG がある。機械製造では、コンベクタ AG、電子工学分野では、オプテリック GMBH がある。さらに、流通業者、ハイドルマン GMBH、製 GM 菓業者、エイリヒローデ GMBH、シュバルムブロイのブルワリー、 フリードリヒハス KG ーーがシュバルムシュタットに本社を置いている。社会教育分野では、ヘファタヘシッシーズジジャカニズントラム EV がある。フリードリヒゴットリープディートリヒ。ありがとうございます。